제대로 돌이야. 쓰레기. 내가 아이템다. 태야. 그러니까 너가 한다네. 마태야. 엄마와 도쿄드. 난 맞지 않아 그럼? 行くぞ! 受けゼミ 取りゃ! 立ち止まっ
任せろ。とりゃ行くでござる。女は度胸です。行くぞ。てや。さあ、任せてください。やあ。行くでござる。やあ。行くぞ。てや。みんな。バカ、とりゃ女は度胸です。やあ、行くでござる。任せろ。てや。さあ、お、クーカの番だね。てや。お返し。てや。任せてください。頑張っちゃうんだから。任せろ。任せろ。てや。さあ、終わり。行くでござる。やあ、女は度胸です。やあ。くわ、行くぞ。てや。頑張っちゃうんだから。いっ、こんなところにもイーリス様の祠があるんだな。こうやって俺たちが見つけられるのもイーリス様のご加護があるからなのかな。おお、そういうことか。人の来ない場所で祀られているのはお寂しいでしょうね。そうよね、綺麗にしていってあげましょう。イーリス様、このような場所では舞を奉納するものも多くはないでしょう。拙い芸ではございますが、この私めが一差し舞わせていただきます。そんな素晴らしい舞を見せてもらったらイーリス様も喜ぶよ。だといいけどね。それじゃ行こうか。さあ任せ。とりゃクーカの番だね。お姉さんにお任せ。頑張ります。やあ、俺が、とりゃ。気をつけ。任せろ。てや。いくよ。頑張っちゃうんだから。任せてください。俺が相手だ。行くよ。頑張っちゃうんだから。おに、
てきたぞ。ならば、いや、それを探そう。
よし、任せ、とりゃ行くでござる。やっ、頑張ったんだから。えっ、おねえ、任せろ。てや、行くでござる。やっ、お姉さんに任せ。女は度胸です。任せろ、とりゃ。みんな、怪我はないか。頑張っちゃうんだか。行くでござい。俺が相手だ。頑張ります。それ。お姉さんに任せ。の番だね。行くでござる。お姉さんに任せ。
みんな行くぞ。てや。さ、お。行くでござる。やあ。女は度胸です。やあ。任せろ。てや。剣よ、俺を導いてくれ。
行くぞ。とりゃ行くでござる。お姉さんにお任せ。女は度胸です。俺が相手だ。頑張っちゃうんだか。頑張ります。やあ、いくよ。任せろ。とりゃくわ。お姉さんに任せ。頑張ります。やあ、くんかの番だね。俺が相手だ。頑張っちゃうのかな。まだまだ。とりゃ。みんな、怪我はないか。これは。そうじゃないわ。まあ、それでも良いなら。やめて。仕方がない。行くぞ。受けてみとおりゃ。クンカの番だね。お姉さんにお任せ。お姉さんを甘く見ちゃダメよ。Thank you.
回答シャッフルか。屋根伝いに逃げていくぞ。絶対に逃がすな。何の躊躇もなく颯爽と登場して去っていっちゃったわね。ぼーっとしてないで私たちも追っかけるわよ。うん、間違いない。あいつは格好だけのハリボテだよ。気配も匂いも感じないもん。そうか、あれが魔法の目くらましだっていうことか。知ってても引っかかりかけたなんて、なんて見事な手際の現実。いや、クンクにはしばらく頭が上がらないわね。だとしたら、本
人者の回答は、そこだ。宝石が浮いてる。違う、見えない何かがそこにおるのじゃ。熱反応がそう示しておるぞよ。逃がさないぞ、怪盗シャッフル。今の声、正体は子供なのか。マイムタイムライム、ワン、ツー、スリー。ルクルマシ、いや、それだけじゃ。これって眠り、ダメ、意識が。くっそ。えい、お前たち、しっかりするぞよ。ふにゃー、しまった、お宝が。でかしたぞよ、クッカ。逃がさないぞ、この泥棒め。ふにゃー、目がピカチカー。ぐぬぬ、メインカメラが。悪魔よ、追尾。誠に申し訳ございません、対象をすでにロストでございます。おのれー。くんか？
一理あるの。出番。わかったよ。どうしたんだ？うん、やっぱり。なんだって？それじゃ。どうするの、レイン？それじゃあ、リフルは水を汲みに行ってくるからね。おとなしく、いい子で留守番しててね。俺も確信したよ。おとなしく武器を。お兄ちゃんたち誰？ちょ
ちょっと、どいてください。じっとしていて、今すぐ私が直してあげるから。発作だから、びっくりすると息が。勇者様お願い、この子を。あ、じゃあ君は、ペルチェはずっとこの小屋で、あのリフルっていうレムロリアンの女の子と一緒に暮らしていたんだね。うん、森の中で倒れていたペルチェのこと、リフルお姉ちゃんが見つけてくれたの。でもペルチェどうして倒れていたのかも覚えていなくって、それに悪い病気にかかって、その発作でお外にも出られなくって。そうだったのか。ごめんなさいね、私たちがびっくりさせちゃったせいで。ううん、いいの、発作はいつものことだし、それにお姉ちゃんやお兄ちゃんもペルチェがびっくりさせちゃったもの。お愛子だよ。うん、そう言ってくれると助かるよ。だけどどうしてお兄ちゃんたちはペルチェたちのお家が分かったのかな。絶対に見つからないようにしてるってリフルお姉ちゃんは言っていたのに。それはね、その人たちが悪い心の持ち主じゃなかったからだよ。おかえりなさい、リフルお姉ちゃん。寝てなきゃダメだよ、ペルチェ。また発作が出たんでしょ。あ、うん。でもね、そのお姉ちゃんが不思議な光を使って楽にしてくれたんだよ。簡単な癒しの魔法を使っただけですよ。大した治療はできていません。うん、そうだろうね。勝手に君たちの家に立ち入った挙句に、その子を怖がらせてしまったのは謝る。本当にすまなかった。だけどそれとは別に、リフル、続きは外に出て話そう。お願い。わかった。見つかっちゃったならしょうがないね。そうだよ、リフルが怪盗シャッフルの正体なの。でも本当によくわかったね。今まで誰にもバレてなかったのに。この子の鼻があなたの匂いを覚えていたの。見つけたのはまあ偶然なんだけどね。なんだかごめんなのだ。謝らなくていいよ、悪いことしたのはリフルの方なんだもの。それにいつかはバレるって思ってた。毎日ビクビクして怖かったの。だから見つけてもらえて。どうしてですか。不思議なんです、逃げようともせず。それなのにあなたは泥棒を続けていた。俺たちは町の役人じゃないんだ。問答無用で君を捕まえる気はない。でも見て見ぬふりもできない。なぜレイン君たちも、あの魔人を退治、虹の剣の勇者様と鬼人の、驚くのはわかるが残念ながら事実じゃ。その証拠にまたぞろおせっかいを発揮してそなたの力になってやろうとしておるじゃろ。やれやれ、すっかりお見通しか。当たり前じゃ、ずっと同行しておればそろそろパターンも読めるわ。信じてあげて、そしてあなたの事情を
みんなに聞かせてあげてちょうだい。きっと力になってくれるから。お金が必要だったの。ベルチェの病気。かけられた呪いをと。呪いですって。治療した時に嫌な予感はしていたけど、まさか病気で発作じゃなかったのか。ペルチェにはとても本当のこ。いつからなんだ。精霊の知らせで森で倒れてたあの子も。じゃああなたはずっとそれ以来。臭いわよ、それ。え？確かに。関係のない人、こんなことをしたらどうなるか。ブハハハ。まさか。
나! 부쳐むっちゃと。ほう。貴様。許さないぞ、ブッチャー。俺たちがさ、戦闘員の野郎だ。さあ、いらっしゃ。行くぞ。クンカの番だね。任せてください。デートピー。さあ、お相手しますわ。任せろ。うっ、いくよ。逃がすものか。レイン、リフル、どうしたらいいんだろう。怪盗シャクルの捕縛、ご苦労さ。そのことなんですが、ですが、じゃあ、ええ、よかったですね。二つ返事で引き受けていい。私たちの旅は魔物との戦いの連続、魔人の本拠地、生きて帰って。分かってる。でもリフルはみんなのために何かがしたいの。ただの罪滅ぼしだけじゃないんだ。このままペルチェが元気になっても怯えて、リフル、そんなの。笑って安心して暮らしていける世界、そのために頑張りたいの。そっか、リフルは乙女に負けない立派な覚悟だって俺は思うけど、どうかな。一応念を押しただけよ。さ、大丈夫よ。直接には戦えなくたって、みんなをお手伝いすることは、私たちと一緒に頑張りましょう。まあ、気楽にやるのじゃ。
たせしました。ありがとう。ペルチェにもきちんと話をしなくちゃ。今のってエマージェンシー。そんな、みんな、あれは